はい、みなさんこんにちは、整体院安藤です。相談があるんでしょ。そう、ちょっとね、まあ、皆さんにもね聞いてもらいたいですね、はい、あ、そうです、ちょっとご意見をね、ご意見できれば、まあ、これはコメント欄にぜひ欲しいとこですね、はいはい、まあ、お暇ならば、うん、ちょっと言ってくださいよ。いや、実はですね、まあ俺と言ったらねもうこのブロッコリーヘアっすよ。このテンパ。カリフラワーではないんだよね。カリフラワーではないっすよ。あいつはライバルなんだ。あいつはライバルです。まあ見た目はね、一緒ですけど。ボリュームはね。ボリュームはね。はい、パセリでもないんだね。パセリでもないですね。うん、ブロッコリーなんですけど、はいはいはい、全然ね、いろんなね、髪型を実はね、してきてるんで。そうね。ね、昔はね。前にロン毛のとか出したことも。ロン毛のね。はいはいはい、宿毛かけたりとか。はいはいはい、でもちろんね、こう単発でね、こうモヒカンとかも全然やってたんですよ。異常なのもやってたじゃん、うん、半分坊主で半分ロン毛みたいな。そうそうそう、昔ねこうフェザーバッグっていうのがね流行ったんですよ。流行ってね、ここだけ坊主で、どこにも流行ってね、絶対流行ってないよ。絶対流行ってない。流行ってたんですよ、見たことないから。しかも赤くしてたろ。おかしい、そう、半分ここだけ半分赤くしてましたから。で、まあ、何目指してたのそれ。あの時ですか、うん、あの時はいかにね、目立てるかみたいな。ああ、目指したかったんだ。まあまあ、メタルはこれだみたいなね。メタルのギタリストだったからね。そうそうそう、はい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 、反骨心的なの。そうなんですよ。まあ、口ピ開けてみたりとかね。開けてたの。開けてた。どこに。ここにもう塞がっちゃってますけど、ここに。で、耳のね、こことか、そう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 、してみたりとかね。こんなでっかいの開いて、うん、で、うちに入るんだ。あ、知らないか。前の会社辞める面接用にやったのか。あ、そう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 。どうしようかなーって開けくれてる。そうそう、で、塞いだんですよ、穴を。そうです、開けうち別にピアスの穴開いてる時代は別にいいんだけど。仕事中にしてなきゃいいってやつだから。そうなんで、なんですけど、うん、やっぱね、このやっぱブロッコリーがやっぱ、患者さんにもやっぱこれでやっぱ売っちゃってるんで。で、やっぱね、これ電話とかで担当誰ですかとかってやっぱ言っても、うん、天パのブロッコリー頭の人でしたって言って、ああそうですそうですとかってなるんですよ、やっぱり。なるんですよそれ。ちょ、名前がちょっとって言って、言われて、一応担当者が担当するためにね、電話予約で、時にこうカルテ見て、もう名前ね、患者さんの名前見てカルテ見て、誰か担当分かってんだけど、もしかして担当はあの眼鏡かけたデブですかって。ああ、そう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 、そうですとか言って。そう、そう、今日ね聞いたら、うん、ちょっと違いますねってみたいになったんですよ。じゃあテンパ、ああそうそう、テンパのっつって、はいはいはい、なって、もう YouTube でもそれ売っちゃってるからね。なんでちょっとね、単発にたまにしたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、ちょっとね悩んでるんですよ。してもいいかどうか。そう、してもいいか、単発に。そうそうそう。だ、どうすだってさ、ね、単発にするのはさ、どんな単発かによるじゃん。まあ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 。今さ、こうモリッとしてるじゃん、丸く。はい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 。で、うちに来るちょっと前には角刈りっぽかったじゃん。ああ、そうですね。ここだけでこう剃って。剃ってたのあれ？あ、いやいや、美容師さんにね。なんか全体的にスポ刈りみたいな短さだったけど、でそれでいてパンチパーマになる手前の長さで抑えてたじゃん。ああ、はい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 。あ、パンチパーマになるの？短くしたら。いや、短くすると、このクルンってなる前の状態なんで、一旦まっすぐっぽい。一旦まっすぐっぽいっす。あ、はい、どうですか、見たいですか、これ。ね、単発。単発、だって結婚式するでしょ。はい。ああ、します、はい。でも、毛人より伸びるの早いじゃん。はい。スケベだから。スケベで分かったと思います。納得だ。スケベな人は毛伸びんの早いんだ。早いですね。じゃあ、俊也も相当早いからね。あ、俊也とヨッシーは異常事態だからね。目離したらちょっとずつ伸びてるから。スケベですよ。そういうことなんだ。で、まあ、じゃあ、仮にその、ド単発にしても、多分、今日3月の半ばに入る頃で、で、5月末だったら、もう元戻せるよね。ああ、まあまあまあ、そうですね。じゃあ、やっちゃえばいいじゃん。まあ、はい、はい、まあ、だから、板くんがブロッコリーじゃなくなってもいいですかっていう。はい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 。
そういうことですよね。そうですね、いいですよ、うん、だその間にまた伸びてブロッコリー状態になるときは、はい、僕の毛先の色見える、はいはいはい、緑、あ緑してみない いいですか緑してまあ、まあ、一回チャレンジしてみてもね、ちょっとチャレンジしたい、面白そうですよね。どうだろう、いや異常な頭は俺だけで十分じゃない、いやいやいや、カラー的な意味で絶対ね、うん、お客さん減るよ、減りますねやべえとこ来たじゃないですか。そうだよね、全く何にも知らないで新規の人来たりするじゃん、来たなんだこいつってなります。僕の患者さんはもうみんな紹介しか基本入ってないから、あの院長の指名のキャンペーンが全くはかどっていないけども、うん、あれまあ6月いっぱいぐらいまでやっとこうかなと思って、はいはいはい、男子がリツイートつかね、ハッシュタグつけてくれたって、違うぞ男子違うぞ今回違うからね、違いますけどねまあ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 、まあ、だそれで、うん、そういう感じで、うん、緑、いや緑はねちょっとね絶対面白いけどね、まあ面白いですけど、でこれの青で呪われるからさ、マジでその後坊主とかにしないと、あやばいです、やばい、本当にやばい、マジ緑だよ院長っつって、売り上げはめっちゃ伸び悩んでますっつって、で俺がその紹介だからさじゃあで俺のね患者さんってちょっと紹介するときに、まあどう見ても生態師っぽくない人なんですよって言われてくるわけ、あ、はい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 、でドキンパツですよとか、うん、聞いていきますか、ね、そうそう、なんかプロレスラーかメタルのドラマーみたいな感じみたいな感じで言われてくるから、はいはいはい、ハードルがさもう低いけど、普通の生態院じゃん、うん、となると、うん、やばいよね、で新規の人に問診入る率が高いわけだからね、うんうん、そうですよ、やばいです、やめるか、それはやめるか、緑やめていきましょう、そうだ、ね、その後即、うん、もうスキンヘッドか坊主だ、そうですよ、多分緑にあんなトリミングしかできないから、あ下1センチぐらい黒く残して、はい、ブリーチしてでこれをやって、うん、やれば緑にはできる周りのスタッフからもね、多分ね、なんかいやそれはまずいじゃないですか、 YouTube で何かやったら罰ゲームとかでやるまあ、まあ、黒染めが効かないんで、だからこれ、あこの緑を入れた後にブリーチしても落ちないんだから、あなんか淡く履かない感じにはなってるけど、はいはいはい、もうだ今あのゲームを携帯でやってるんですよね、で黒い砂漠っていうのやってて、はいはいはい、で顔が複雑に作れるのよ、あそうなんか自分細かく、そうそうそうできるんだけど、で自分作ろう作ろうと思ったけどただの外人さんになっちゃってこの目が作れないんだよこの目が、あ、はいはいはい、でもね髪の毛だけは毛先が緑になっちゃう印象すぐ分かります、そういうことで、でもやるなら速攻単発した方がいいんじゃないですか、あ、まあ、しちゃえばいいじゃん、まあ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 、まあまあ、そしたら次はなんかさ金田橋ですって言えばいいじゃんちょっとだって厚み残すでしょ、だってパンチパーマですっつってパンチオイラですっつってまあやりぎぼうはねいろいろありますから、ね、ある、あるある、まあまあまあ、金田橋というので、うん、ブロッコリーあここにテロップで出したけどブロッコリー改め金田橋オイラみたいなそういうなんか汚れ激落ちくんでいいんじゃないかな、おしたいんでしょ単発に、ああまあまあまあ、まあ、本当は YouTube のためにブロッコリーにしてるの、まあありますよね、あのいやだからその存在感はすごいからね、結構ねそう受け狙えるなっていうのはやっぱありますよね結構ね、結構自分汚しに行っても楽しめるタイプ、いけますいけます、ああ全然、じゃあそういう感じでしますか、うん、じゃあ、まあまあまあ、いつ行きます、早く行った方がいいよ、回復の時間がかかるから、最近でもね行ったばっか、まあ、結婚式終わってからでしょうかな、そしたら、ない方がいいですか、だってさ、タキシード着てブロッコリーなんだよ、あーそっか、俺スッキリしてる方がいいと思う、あーそっか、なんかさ長いのに長くしてるのが好きっていうんじゃなければ、そうっすね、それか結婚式まで一切切らずにもうハイパーアフロにするかどっちかだと思う、そうっすね、結婚式は確かに単発の方がいいっすね、うん、そうそうそう、だって俺もすごい短かったからね、あーそうしよう、そうなんかね、嫁の奥さん、嫁の奥さん、嫁のえどこ お母さんからも言われてるんですよ、なんてこうアフロじゃなくて、もうちょっとビシッとしたらいいんじゃないか、
今ちょっとさ、これ一旦止めて、ピチピチの質感にしてみろ。いや、普通に、今。普通に切って。今やらして。今なんかあるから、ジェルが。今これ止めて、ちょっとやらして、最後それで挨拶して。やってみますか。うん、ちょっとやってみよう。ちょっと一回止めよう。はい、ということでですね、ちょっとイメージチェンジができましたので、カウントダウンしてですね、新しいお板を、皆様にお見せしたいと思います。それでいきますよ。3、2、1、どうぞ。ピッチピチの七三に、こっち見んなよ。あ、でも意外といいのかもね。いけてますか？短い方がいいんじゃない？これさ、嫁のお母さんにこれちょっとあの動画から写真切り抜いて送って、スクショして、うん、こういう感じでどうですかと。本番どうですか？ちょっとね、あのすごい山のようにジェルをつけたんだけど、あの後頭部のボリュームが抑えられない。ちょっとね、ボリュームやばい。ちょっと多分ね、まあ、ボリュームが出る切り方してるから、多分ね、そう、自分の絶壁なんで、あ、それを隠そうとして気遣ってくれたのかもしれない。あ、余計なお世話だね。ちょっとでもちっちゃくしたいの。でこうピチピチのノンボリュームの、でもいいんじゃない、そっちも爽やかで。これでいい。じゃ七三はちょっとあれだけど、うん、まあ、単発にして行った方がいい。お酒だよ。まあね、結婚式はね、ちょっとね。そうそう。したい。うん、なんか昭和のお父さんって顔してるよ。ひげとかつけてみようかな。また。そういうことで、おそらく次の動画に出る頃には単発になってるかな、はい、ね、かな。決め顔してちゃんと、はい、いける。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。